実著にサインするドナルド・ラムズ・フェルド有名人のサイン、すなわちオートグラフとは、筆者の名前を様式化して書いたもの、また、それを書く行為のこと、しばしば収集の対象となる。英語のオートグラフは、直筆サインのほか直筆思考も指す。一方、シグネーチャーは、本人が関わったという意味の署名として使われる。例えば商品に、オートグラフとバイと書かれていればその商品に、 直筆サインがされているが、シグネチャーと書かれている場合はその人が監修したという意味でプリントされたサインや活字による名前表示などである。日本では著名人が色紙にサインをして送る習慣が見られる。有名人はファンとの会合でサインをしたり、サイン入り商品を販売したりする。こうしたイベントは日本ではサイン会と呼ばれる。 書籍や音楽 CD では作者のサイン会が販売促進のため実施される。アイドルのサイン会でサインをもらうことは握手会と並んでファンにとって重要な体験であるという。サインは通常紙の書籍へのサインだったが著者に個別に依頼していたサインを個人の電子ブックリーダー上で表示できるようにするサービスも登場した。個人を含む有名人のサインは オークションなどで高額で購入されることがある。古本でも、署名本、サイン本として、無署名の本より陳調される傾向があり、署名本専門の古書店も存在する。こうした事情から、有名人のサインを偽造して販売するものもおり、摘発事例もある。サインは肖像などに準じて、サインした本人のパブリシティ権の対象となることがある。 現代用語の基礎知識 2008p1599 サインの項山田春道米国のポピュラー音楽系博物館等展示施設に見るローカルアイデンティティの表出とその正当性東京経済大学人文自然科学論集第135フレミングキャサリン・エルパーティスポートリファンナム・インアメリカン・カルチャー A クアラデイティブ・ケース・スタディ・オブ・ドレア・ガンコン・アテンです Graduate DJs and Dissertations.http://scholarcomons.usf.edu/.etd/.70710 m として、イベントに行こう。サイン会。握手会。エンダー工事を卓的コミュニケーション。普通っぽいアイドルと3つの距離ソシオロジーボリューム43ナンバーに通関133号。 p67 から79、yes, you can sign an e, book,but Hawaii, by Mary p r e s s バ n e l October 28,2013, アインシュタインの手書きメモ、2億円で落札。日本経済新聞2017年10月25日掲載の共同通信配信記事。一例として、赤書店。そのサイン偽物かも、ネットに出品、摘発相次ぐ。 日本経済新聞入管2018年5月7日2018年5月20日閲覧谷口機大パブリシティ件の客体に関する1考察、声とサインについての若干の検討ありがとうございます